自分の発するエネルギーを変えていきましょう。お金に愛される時間。はい、皆さんこんにちは。タカです。あなたの周りにいるのはどんな人たちでしょうか。豊かですか。楽しそうでしょうか。それともどこかつまらなそうでしょうか。人は自分の放ったエネルギーしか受け取れないようになっています。そこで今回は同調の法則について解説していきたいと思います。この動画を見ると同調行動には大きなメリットがあることがわかります。ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは全ての人が幸せな人生を笑顔で過ごすために愛される願望実現のお話をしています。ぜひチャンネル登録や高評価コメントをお待ちしています。また個別ライン相談も実施しているので、ぜひ概要欄もチェックしてみてください。では早速いきましょう。同調の法則とは、あなたが不平不満を言うのであれば不平不満が返ってきますし、笑顔であれば笑顔がそのまま帰ってくるというものです。ニコニコと笑う赤ちゃんには思わず笑顔になりますよね。例えば人に対して必要以上に期待したり、自分が思うような態度を取ってもらえない時にがっかりしてしまうことはありませんでしょうか。でも人間は知恵がある代わりに弱い生き物です。故に周りと助け合って生きていかなくてはなりません。人から好かれたい、必要とされたいというのは生物学的に弱い人間の本能でもあります。だから相手に期待することは悪いことではありません。自分を責めないでください。当然のことなのです。そもそも他人は変えることができません。それは自分の管轄外だからです。でもどうしても他人の評価を変えたいんだって思うのであれば、方法が一つだけあります。あなたが普段どのようなものを発しているのか、それをよく観察して注意を向けてみてください。そしてあなたはどんなエネルギーを発している人と付き合いたいのか、それを考えてみましょう。その人と同じ雰囲気を醸し出せばいいのです。声だったり表情だったり言葉態度、そうすれば同調の法則が働いて同じ波長の人と引き合うことになります。自分の発するエネルギーが情報を変えていくのです。そうすることで周りの状態が決められます。それこそがあなたのなりたい自分を作り上げていくことにつながります。ぜひやってみてください。今回はこれで終わりにしたいと思います。これからもお金に愛される願望実現のお話をしていきますので、ぜひチャンネル登録や高評価コメントをお待ちしています。また概要欄の LINE からでも個別相談を実施しているので、そちらもお気軽にご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。